あの雲を抜ければヘブンズガーデンがあるんだね。ああ、今や。なんやなんやなんや。朝食にございます。あ、食べる食べる。食べたらええんやろ。なんやこれ、なかなかいけるやん。ここにいたのか、ウィネル。まだ着かないのかよ。あと少しだ、頑張れ。空気が乱れている。下界のものが。これじゃ儀式が始められないぞ。さあ、リカを返してもらおうか。それはできない。エンド、トーコ、みんな来てくれたんや。魔王の花嫁。それじゃ魔界の民が音なしをさらっていったのも。いいな、野蛮って。お前らがやってることも同じだろうが。だから帰らねって言ってんだろ。リカは必ず連れて帰るって。なんでサッカースタジアムやねん。ああ、あん時の。どんな試合になるか楽しみだ。なんでうちの運命がサッカーなんかで決められなあかんねん。天空の神が我らに与えし力、思い知らせてやる。何？いきなり取られてるやん。天空の裁きを受けるがいい。これ以上やっても結果は見えている。諦めてこの場から立ち去るがいい。まだまだ行ってん。挽回していくぞ。神様、お願いやからうちを見捨てんといてや。こっちだ。ウィネル、行け。エドロ。まぐれとはいえシュートまで持っていくなんてちょっとはやるじゃない。ナイスや、こぐれ。いいね、いいね。必ず取り返す。この試合負けないっす。よっしゃ、止めたで。カズマル、そうだ。少々侮りすぎたようだ。じゃあ後半や、逆転していくで。ミネル上がれ。もらったぜ。必殺技まで持ってたんか。このままではディフェンスが破られるのも時間の問題。トゥヘブン。リカは必ず連れて帰る。キリーで。ここで点を入れられたらリカが魔王の花嫁に。これくらいリカを助けるためなら。これで終わりだ。下界へ落ちるがいい。ルシュートを打ち返す気か。やめ、エドガー。スカイバー。試合終了。エドガー、大丈夫か。エドガー、力では圧倒的に上回っているはずなのに。なぜ。それじゃあの壁画は。ああ、我らも先祖と同じ魔界の民とはサッカーで決着をつける。これであとはおとなしだな。はあ。お兄ちゃん。遅いわね、みんな。信じましょう、みんなを。何なんだここは。全く陰気なところだぜ。儀式を妨げる者には。人間風情がよくこんなところまで来れたもんだぜ。春菜を返せ。そうはいかない。あなたは魔王を復活させる生贄になれるの。大切な魔王への生贄、人間ごときに渡すと思うのか。サッカーで戦い、勝者を決めるべし。俺たちは必ずお前を取り戻す。お兄ちゃん、みんな。
円寺さん、さっきのって。わからん。高円寺、パスを。確実に勝てる方法を見つけるんだ。魔界軍団だかなんだか知らねえが、お前らは許さねえ。お前も行くぜ。くらえ。魔王の名において奴らを殲滅しやがれ。クド、他人の心配してる場合。さあ、発動。なんだこいつら。これが悪の力よ。この先だな、デモンズゲートっていうのは。後半戦開始じゃ。もうすぐだ。キド、もう時間がないぞ。つまらない戦いね。止める。ああ、何としても止める。何、デスタが倒された。バカな。キド、お前は焦って集中力を欠いている。俺は決勝トーナメントでの稲妻ジャパンの戦いを楽しみにしてるんだ。圧倒的な個人技がチームの局面を変える場合もある。行くぞ、レッツパーティー。これが本物のディフェンダーか。バグバカバカワンタイム決めるぜベイビーなんだこんなになれるんだ。たった3人でゴールを決めたっていうのか。くたばり損ないか。セリまたおねんねさせてあげる。てめえら全員決断してやるぜ。どちらが打ってきても同じこと。ゴーンジさん、さすが不動、ナイスアシストだな。テレスたちのプレーが流れを、そしてチームの意識を変えた。魔王復活は目前なんだ、邪魔はさせねえ。おお、決めるぞ、佐久間、駆動。エンジン、エンド。わかった、わかったよ。まさか魔界の者たちを倒してしまうと。よし、これで決勝トーナメントに戻れるぞ。お前たちの強き魂のおかげで魔王は今目覚めた。無事でいて。強き魂を喰らい魔王は復活した。エンド、我らは天界魔界の儀式を執り行う者。ついについに復活したんだ。俺たちこそが魔王だったんだよ。止めてくれ、我らの手が汚れのうちに。我らは魔界も天界も超えた存在、ダークエンジェル。今光に包まれた者が選ばれた11人だ。ダークエンジェルの力、思い知るがいい。エンドー、恐怖しろ。そして魂に変えるがいい。もっと恐怖しろ、もっと。キラービーム、行かせない。なんならお好みソースもつけたろか。あ、なんて冗談や冗談。さあ一緒に応援や。助かったぜ、飛びたか、カビ山。後ろは任せた。高円寺さん、ヒロトさんまで。一人で来いよ。それとも俺が怖いか。グランド
す。やった。行動で示す、それが不動明夫だ。はい。無敵の力を手に入れたはずなのに。お前たちをぶっ潰す。魂も残らないほどにな。これ以上は無理だ。俺たちも戻って守備だ。嘘や、こんなことって。エンド、愚かな、我らを認めぬだ。エンド、エンド。やったって、どうして？さよなら、遠藤君。